はい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 、よし、色変えて、自分の色変えて、お、みんなこっちですね。これだから離れないようにちょっとね、今回は賢くちょっとね、まあでもいいな、うん、ちょうどリアクターにタスクがございますぞと、私はあと、おお、はいはいはい、あー、いいねいいね、コメさん一緒に行こう、コメちゃん、あー、いいね、みんな来た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 。意外とカフェテリアの上とかってさ、死角にならない？なんかあんまり普段行かない。ん？ボンさんと、誰かがいる。はい、これ見ました。多分タイタイっすね。いや、タイタイ違うっす。はい、違う、はい、マジで違うっす。ゴドルさんの頭脳つぶし来たな。タイタイさんいました。頭脳つぶしだ。え、カズさん、カズさん、え、カズさん、え、カズさん、俺と会いましたね。え、まず、あ、じゃあまず、まず、ドズさんどこに、どこでやられてたの？左下っす。ドンワンエンジンってところ。はいはいはい。左下ね。ほうほう、左下。カフェティで僕見てて、で、まあ、誰もおらんなと思って下行って、ローワンエンジンの左下のところ行ったら、ドズルさんの死体と、あの、タイタイさんがそこにいて、え？タイタイさん。え、それ、でもオラフさん、もう、オラフさん、俺左下から来ましたよね、上がってきましたね。俺、あの、照準合わせるタスクやったんですよ。え、なんでレポート送ってなかったんですか？目の前にあったくないですか？いや、俺押したと思ったんですよ、今。ほぼ同じタイミングですよ。いや、ほうほうほう、僕見たときに、ちょっと分からんな。え？僕見たときめっちゃ、いや、そこの、見て、ちょっと待って、うん、あ、あるわーって思って見た瞬間に、大体そこおるんですよ。おっと？おっと？いや、オラフさん、それは本当に気をつけ、うん、いや、オラフさんも来たのは分かるんですけど、いや、俺絶対俺じゃない。その前にカズさんと会ってるんですよ、俺。そのうちのタイタイとはすれ違ったけどさ、うちのタイタイ直前に会ってるけどな、ね、俺で下に左下のタスクこなして終わって上がったらもうドズさん死んだんですよ、左下え、ローアンジーの右下にドズルさんいたんです。いや、右下じゃないです。え、右下でしたよ。え、あそこで、あの通路じゃないです。タイタイ、一つだけ質問いい？一つだけ質問、はい、ドズル氏に個人的な恨みはあるか？はい、ありますけど、それかよ、ありますけど違いますよ。あるんかい、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 ちょっとそれだけ聞きたくてさ、うん、動機をね、ちゃんと、あー、必要ですからね。いや、あ、俺では、タイタイではないですよ、本当に、本当に違います。カズさんも左下行きましたよね。行ったよ、左下がわからない。下いなかったさ、下いなかったって、まあ、時間ないんで、もしこれで俺アウトでもオラフさんあんまり言わない方がいいかもしれない。オラフさんはやってないと思う。オラフはオラフはタイタイ、わかんない、わかんない、ほんとゴブンはわかんない、ゴブンはゴブンはめっちゃ入ってる、ゴブンはオラコミ、オラコミ、やばい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 、ロングタスク、おー、いけた、オラフ君攻撃してこないね。あとシールドでうちはタスクが終わるよ。オラフ君はちょっと2人になってみるか、これ。オラフ君大丈夫だな、これ。あの、今ドズさんとほぼ同じとこでボンさんがやられてましたね。はいはい、はいはい、これ自分でやったっ、これドズボンに恨みがあるな、これ。これ恐ろしい、恐ろしいな。オラフさん、左下俺見てるのにそんな疑うのはね、ちょっと違うと思うんですよ。俺、あの、マジタスクやったんで。俺タスクないっすもん、俺も一回。タイタイさんと一緒に行動してた人いるんですか？うんうんうん、確かに。俺今上にいました。タイタイさんカフェテリアの方に行った方がいいっすよね。カフェテリアの方にいた？だって、ボンジュール君見せたの左下なんじゃないの？カフェテリアの方に行って、そこから左からぐるーってきて、監視室にいた何人か、3人ぐらい、マグニーさんとかかな。監視室、大体氏が監視室にいたのは見たんよ、一回。一回入ってきたのは見た。うん、はい、で、その後に上に行ったんですよね。うん。カズさん、でも、カズさん、豆腐さん、米将軍がいた。あ、そうか、で、その、そこを通過してったと思うんですよ、俺。マグニーとオラフ君は酸素室の右側で、なんか、ちょちょ2人でいた。オラフ君何もしてこなかったよ、うん、2人だ、ずっと2人だったよ。タイタイだけ浮いてる、だから浮いてるね。うん、俺的にはそこの監視室の左にいた3名が全員白って分かってるんであれば、うん、まあ俺以外のその右の方にいた人ですね。誰？
オラフ君とマグニーが。なるほど。どっちかだと思います。その3人が白なのであれば、そこで白だと確証があるんであれば、俺その後に上から降りてったんで、うん、白の確証はないもんね、誰も。それで言えば大体さ、エコーかかってるんだよな、エコーが。うん、エコーかかってるもんね、今日やる気がある。エコーかかってちょっと怪しい。そろそろ怪しいなっていう。一人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 りましょうか。あ、でも、はい、どうなの。でも俺、はい、でもちょっとオラフ君に乗るわ。そんなオラフさん俺のこと疑うんだったら、オラフ君は見たんだよ、多分。いや、見てないっすよ、マジで。ちゃんと見たんだよ。いや、大体はあかんかったら。いやいや、本当最初のオラフマグニーの線もあるけどね。オラフマグニーの線もある。あ、なるほど。ガブンは、うん、いや、ほんとにガブンはいや、ほんとに、いや、マジで後悔しますよ。いや、絶対俺じゃない、絶対マジで後悔。ポミチン離れてったな。これはカズさんを監視しに行こうっていう動きだろ、これ。違う？それとも君たちは仲間？これやられないか。え？もうポミチンついてこう。え、やばくない？さん、え、終わるよ。うわうわー、マジか。いや、マジで。うーわー、カズさん、これは分からんかったな。すげー。いやいや、コメちゃん、やるねー。いや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 、なんか、マジか。そっちか。うわー、悔しいな、今のは。うまかった。全然分からん。オッケー。あー、下か、下側だな。誰か、おお、うわ、ちょっと待って、ちょっと待って。見ました、見ました。マジか、ね、見ました、見ました。あ、見た？よかった。見ましたよね。うん、見た。マグニーさんやってるところ、見ましたよね。血が出てるの見た、血が出てるのだけ見た。ちょっと待って、待って、待って、俺も見ました、マグニーさんがやってるところ。違う、違う。マグニーは下にいたのよ。血が出てるのを見た。オラフ君が、あ、オラフ君が、あ、そうか、オラフ君がいるからやった、自分で通報したんだな。何見てるんですか、今マグニーさん。おおおお。え、パスだ、やってる。見てませんでした。まあまあまあ、そんな高等な嘘つけるわけないじゃないですか、皆さん。嘘ついてなかったら、オラフ氏が怪しいと。いや、もう 100% なんですけど。あ、それでいこうや。でも、わかんないですよね。そっか。いやいや、もうだから今の感じだと、マグニーやってるって言ってた人おらんくない、誰か。マグニーを釣ろうと思って、俺が見た感じ、青色のやつは見えたんで、あ、米将軍です、すみません。青色のやつは見えたんですけど、はい、米将軍さん隣にいたんですよ、僕の。殺害現場は見えてなかった、僕若干横を通過したぐらいなんで。じゃあダブルキルか、そこの2人が。絶対ダブルキルは間違いない、時間的に。はいはい、うんうん、米さんとオラフ君かな、はい。え、うん、今のマグニーさん、あ、ごめんなさい、マグニーです、すいません。はい、うん、カズさんとタイタイはどこいました？タイタイは、さっきドズルさんが上の、うん、右上のタスクをこなしてたじゃないですか、うん、だいぶ前ですね、はい、だいぶ前、はい、で、そこでライトがなって、下にグーって行って、あ、ドズルさんやられたらあれだなと思って、もう一回戻って同じ道、同じ上にいました。いなかった。はいはい、あれ、オラフ君は どこで死んでたんですか？死んでたのは、はいはい、ストレージですかね。そうです、そうです。時間がない、時間がない。ストレージか。ストレージのところで死んでて、信じて俺のこと、みんな。どうぞ判断して、どうぞ判断して、みんなを。マグニーさん、マグニーさん、信じるべきだよ、私を。はい、わかんないです。見てくれてなかったんかな。見てましたよね。あ、これはまだいったらあかん。あ、5分。おいおいおい、5分を、おい、ちょっと補正かかってんだろ。あー、いけ、どうする、いけ、どうする。はい、あ、ごめんなさい、はいはい、僕が押しました、はい、ちょっと、はい、僕がマグニーさんを釣ってしまったんで、はい、はい、自分を釣れと。ここ、いや、ここで2人人狼が残ってた場合にダブルキルで終わっちゃうので、はい、今のタイミングで押そうと思って押しました。はいはいはい、はい、で、僕目線の推理だと、僕と豆腐さんはかなり白で、ずっと一緒にいたんで、ダブルキルだったと仮定したらやれないんですよ、絶対2人とも。うん、はいはい。で、かつさっきの関係者であるオラフ君、コメッショーさん、マグニーさんの3人のうち絶対人狼が混じってると思うんで、はい、
ちょっとこのタイミングでもう一人釣るべきかなっていうところで押しました。確かに。ああ、なるほど。オラフ米将軍のどっちかってことだね。それ釣れ。そうですね。釣れそうみたいになったらそうですね。いや、まあ、わかんないですけどね。僕はあれっすね。なんかオラあマグニーさんの件に関しては。なんかやった現場とかは見てないですけど、青色が見えたっていう記憶だけで、すみません、名前とか完全に全然見てなくてっていうので一応証言しました。申し訳ない。まあ、でも大体さんの証言だけが今一番不安な不安ですよ。僕あ、1個いいですか。すみません、大体さんとカズさんの2人はその僕とマグニーさんとかがいた時にはいなかったってことですか。2人が一緒に行動してたって。全然いなかった。あっ、うん、俺もカズさん見てないです。1人でした。いるって可能性があるんですか。はい。コメチンさんとボンさんって一緒に死んでたんですか、同じ場所に。いや、僕はボン…あ、え、僕はボンさんしか見てないですね。あ、ボンさんしか見てないんだ。ボンさんでやったんで。でも、オラフ氏はマウギーを釣ろうとしてた。はい。だって僕、見たんですよ。だから、見た人をちゃんと見てたんで、すげえ平気で嘘つく。だから、あの中で関係者がもう一人いたんかなと思って、そうだったら。分かんない。消去法でいくと、コメちゃん、コメちゃんになってまうけどね。いやそれはやっぱあってどうかな。やっぱあってでも誰も見てないですよね、もう一人の。やっぱあったね。いやでも不明なのはタイタイさんかな今。まあ俺タスクやってるんで。あ、なるほど。五分を。五分を。釣らんのかい。最後のチャンスやぞ。強いです。いやー、はい、ごめんなさい。もう、あのね、なるほど、嘘が自然すぎる。であとね、オラフ君補正かかってんのよ、みんなね。そうなんですね。オラフ君補正かかってる、かかってる。オラフ君死んで、俺今回はオラフ君絶対白だって言いながらやってた。ほら、ダメですよ。あ、来た来た来た。アズマグか。これちょっと最弱コンビ来たんじゃないの。まず、ああ、一人で行っちゃったわ。ファイターが一人で行った。ちょっとコメちゃん。すいません、見ました。あら、見たぞ。僕が通報 したんですけど、はい。これマジで、カズさんが目の前でボンさんを殺して、ダクトに入っていくのを僕は見ました。ダクトいい。ダクトに入ったのか。うちもいいですか。はい、はい、はい、お願いします。うちも、ボンさんをやってるコメちゃんを見てっていうか、それは見てないんやけど、入ったら、コメちゃんとボンちゃんがいて、うん、ほんで、焦って通報してるコメちゃんを見ました。見られたから。じゃあもう、そうじゃん。オラですか。さっきのオラフ君パターンどこですか。電気室。クトリカルです。多分そうですね。電気室ですね。はい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 。死ぬ時の、僕も死ぬ直前のボンさん見てるんですよ。死ぬ直前のボンさん。直前のね。俺も見てる、俺も見てる。場所的にじゃあ間違いないと。うん、場所合ってる。なるほど。すんごい。まあ両方映ってもいいよね。じゃあどっちかね。でももっと遊びたいよ。どっちを釣るかだね、これ。どっちからですか。まあ誰か。ああでも。全治さんお願い。前回あるのは小梅さんじゃない。小梅翔くん。ね。小梅翔くんから。うん。じゃあ小梅さんから。小梅さん前回あるからな。本気で俺じゃないですよ。これは。オラフくんとちゃんとやるからな、さっき。うん。翔くんいいと思う。上手やな。本当トラウマだからな。でも、カズさん、この後カズさんも釣りますからね。あ、そうか。でも、順番なんだよ。いや、もう本当同じなんで、やめてよ、もうちょっとだけ行かせよ。5分は、5分は。ちょっと、もうちょっと行かせよ、もうちょっとだけ。いやいやいや、おかしいな人がキャーって言ってるから。すぐは釣らせんぞと。ちょっと、ドズルさんが今戻ってきたな。はい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 しょうがないのこれは。これは仕方ないですかね。しょうがないね。うん、釣りたくて仕方ないんじゃないの。ちょっと順番だもんね。こればっかり順番だもんな。これはしょうがないね。こんなに早く順番もうちょっと泳がせんの。被害が広がるからおせんくなる。足切りみたい。冷たいよそれは。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんって。足切りみたいなさ。え、そんな被害が広がるってなんか病原菌みたいな言い方じゃんそれ。頑張ってお願いします。え、またすいません、ゲームなんで。ゲームなんで、すいません、ゲームなんで、ゲームなんで、ごめんなさい。取れたか大事ですから。誰も投票できないよ。ほらちょっとゲームなんで、怪しいなこれ。ちょっとみんな、これコミチンは怪しい。ダブンこれはドズルか、ドズルか。これボタン押したらバカだー。
ダメだな、チャンスなかったな。はい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 、見ました、見ました、見ましたね、完全に見ましたね、さばいてましたね、見ましたね、はい、黄色いボディの人が見まし、やってましたね。え、俺、うん一番近くにいた人だって。ちょっと待って、うざろ、え、一番近くにいましたよ。いや、戻ってきたやついたじゃないですか。現場は見てないけど、初めて見た、1回だけで。今、後ろから来てた人って誰でしたっけ、ちなみに。俺、タイタイの後ろから来てたから、タイタイはできないよ。いや、違う、タイタイは殺せないよ。あれ、タイタイは知らんでしょ。じゃあ、ドズルさんか。あれ、いや、今、マグニーさんがやってるの見たんですけど、僕の画面だと、なるほどね、マグニーさんが今、黒くなってて、投票できないっていう。なぜ、あれ、バグってないですか。こっちは大丈夫ですよ。俺は大丈夫、大丈夫。でも、コミ…あ、どうぞ。僕はもう間違いなくマグニーさんがやってるの見ました。見ました。はい、間違いない。マグニーさんとコミチンさんってずっと一緒に行動してなかったですか。うん、いたいたいた。違う、サンソンの時は別でした。あ、別でした。あ、なるほどなるほど。マグニーさんと間違いないと思います。じゃあ見ました。じゃあドズル参加。じゃあドズル参加。タイタイを後ろだ。タイタイは一人で。そうだよね。聞いて聞いて、静かにしていけ。はいはいはい。タイタイは下を一人で解除してたから、タイタイは絶対に白。うん、そうです。だからマグニーが嘘ついてる。いや、じゃあドズルさんじゃない。いや、ドズルさんだよね。いや、それでマグニーじゃなかったら、いや、色がね、ドズル氏でいいと思う。はいはいはい。ちょっと待ってください。ドズルさんは違う。ドズルさんは絶対違う。ドズルさんは違うと思う。違いますよね。4人で一緒に同じタイミングで行って、マグニーさんと死体が転がってたんで、マグニーさんで間違いない。あ、そうだよね。あ、そうだそうだ、マグニーさん。ええ、残念でした。いや、見てないでしょ、現場を。いや、待って、俺、いや、見ました、見ました、見ました。よく言えるな、見てないのに。いや、ドズルさん、ずっと一緒にいた、俺。いいのね。消去法ですね。消去法だとドズルさんもでしょ。いや、今のはいたよね。マグニーさん、無理だ。いやいや、やれたでしょって。マグニーさん、無理だったかって。ゴブンを。ゴブンを。ゴブンを。あはへい、ダメですよ。マグニーや。マグニー。ダメですよ。いや、ダメです。いや、でも、あそこまで一心抵抗したら、俺、本当なんかなと思っちゃう。やめて、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 ほんまに。ダメですよ。いや、思っちゃう。米ちゃんも突っ立っても痛いわ、ここ。上手、上手。いや、カズさん悪いわ。私、またか。ちょっと待って、ですね。またなのよ。あんまり一人で行動してもダメだし、一緒にいてもダメなんで。もうちょっとコメチン喋らせたれや。早すぎるな。これコメチン喋らせたれや。やっぱりブレインは先にやられるんですね。これで勝負やったんじゃないですか。あ、俺もそう思いました。俺もそうですよね。いやね、タイタイさんが入って、入れ感じで米将軍さんが出ていったところをタイタイさんがレポートしてたんですよ。うっそ。これは、はい、マジで、本当になんか申し訳ないながら、全く俺、なんかそのみんなになんかその信用される行動してなかったのは本当に申し訳ないなと思うんですけど、はい、一人で歩いてたり、一個もやってなくて一人で歩いてたんですよ、ずっと。ほんで、横の右の部屋に一回入って、コミチンさんはまだその時に生きてたんですよ。はいはいはい。で、出て、そう、多分僕は、ね、僕が本当に弁解するとすると、僕が一回入って出て、コミチンさん生きてたのを見たんで、そこから出て、その後にタイタイさんが入っていったのは見えたんですよ。はいはいはい。ただ、そこからは僕、タイタイさんがレポートしたことしか知らないんで、僕はタイタイさんがやったか、ダクトで誰か隠れたかしか僕は言えないです、さすがに。申し訳ないながら。なるほど。まあ、でもやっぱ説得力あるだろ。いや、説得力あるわ。ありますよね。ある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 。ちなみに、序盤って本当に信頼してくれる要素何もないのは申し訳ないんですけど。一人で動かないでください、なるべくね。すいません。あ、じゃあ次からそれで。タイタイにはもうちょっと喋らせたかったな。そうですね。大体オラフさん、コメさん以外の人で今塊になってた人って誰ですか。塊
俺なってないです。僕とボンさんはいました。はい。いました。最後。なんかただボンさんはわかんないです。ちょっとそんなにずっと行ったわけじゃないです。まあスキルタスクやってる時にドズさん来たって感じですね。うん、で、はい、レポート入ったみたいな。うんうん、今何が怖いって両方ともコメさんと俺が白の可能性もあるんですよ。え、ありますね。そう。これ前からするとコメさんなんですけど、まあ、俺最初あの銃撃つタスクやって僕コメさんは釣ります。コメさんだと思います。どっちかなんで、はい、大体しおーなぁ、鶴ゆきね、まあ、鶴ゆきね、見た感じ、鶴ゆき、鶴ゆき、鶴ゆき、ごめんわ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 、おえぇ、ー、裏でいっぱい喋ってきてな、すごい悪い、インポスターダクト入ったジルさんから出せたやべぇ、これは私のミスでもあるな、これ頭いい人って気づくな、ナイス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 、なんでボンさん向こう行ったの、なんでなんでなんで、うまいタイミングないかな、どっか、あ、押そうとしてるね、やべえ、釣られるかな、あの、はい、電気のエレクトリカルでしたっけ、うん、はい、はい、そこで、マグニーさん、トウさんともう一人の方が、あれやってたんですよ、なんでしたっけ、ミッションドズルさん、ドズルさん、あ、そうなんだ、タスクってことですか、3人被ることってあるんですか、あ、あると思いますよ、え、あるんですか、同じミッションありますから、俺1個できてない、一番右ができてない、うんうんうん、いや、なんか3人同じ位置にいたんで誰か全員超えるかなって、ね、あー、なるほど、タスクは被るのか問題、一つミッションっていうのがあります、あー、あんた、3人もあるんですね、はい、ありますよ、全員共通のやつがあります、なるほど、あー、なるほど、すいません、はい、ちょっとそれ、ね、お、同じの2回やることってあります、違う場所、はい、ね、さっきだけ止めるとかいう話なかった、どうなんだろう、わかんないですね、ない、ない、なさそう、それはないんですか、まあ、話ちょっと変えても大丈夫ですか、大体、あ、お願いします、大体、リアクターメルズさんの時にボンさん逆走してましたよ、いや、だそれ結構逆走の人いたよね、あれ、僕、ボンさんとカズさんいなかった、結構いた、右にも2つ矢印出たんですよ、僕、だからどっちか分かんなくて、うん、そうそうそう、なるほど、マグニさんも一回左できましたもんね、はい、そう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 、結構半々ぐらいで分かれて、うん、あれなんで向こう行くんだろうみたいな感じですぐ行きましたけど、リアクターの方どっちか分かんなかったっすよ、単純にカズさんも行ってた、まあまあまあ、一瞬行っただけ、はいはい、うちもうちもです、うん、分かんないからみんなが行こうに行った、うん、じゃちょっとまだ分かんないですね、分かんないです、ちなみにごめんなさい、はい、さっきのちょっと質問したいんですけど、はい、タイタイとオラフ君は一緒に行ってコメシオさんとすれ違ったんですか、はい、ほぼ一緒です、タイタイさんが入ってレポートした時に僕はコメショウさんが出ていくのを見たんですよ、だから大体さ、僕がその後ろから入ってくるのを見たと思います、なるほど、ですよね、一番右の部屋ですか、ナビゲーション、はい、あ、です、ナビゲーションのところで、で、すれ違ったのは部屋の通路ですか、部屋の通、あのドアもその出ていった直後ですね、ちょうどコメショウさんが、いや、多分コメショウさん黒っぽいですね、黒っぽいですよ、はい、うんうんうん、そうですね、ダクトもしくはコメさん、上からすると、うん、いやでもダクトのスピードじゃないですもんね、おそらく、確かに確かに、まあ、スキップですね、ダクトだとね、上級者ですね、スキップでお願いします、ガブンがダメだ、ダメだ今ちょっとやろうとしたんだけど、ダメだった、まとまられると全然できない、頼む起こしてくれ、必殺起こしてくれ、必殺はい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 、あれ動かんですね、全部終わりました、みんなで集まってやると、あ、僕も終わりました、これ生きてますよね、足と、これ生きてます、あ、落ちた、あれ生きてます、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 生きてますね、生きてます、はい、なんか押した瞬間壊れたかもね、食ってやってたけどいや、なんかボスが黒くなってんな、なんかどうなってんの、ね、黒くなってます、どうなってんだ、死んだかもしれんね、いや、死んでた、黙った方がいいですか、黙った方がいい、大丈夫です、大丈夫です、まあ、この場面は大丈夫です、タスク終わったんでやりました、これやるの、あ、結構やってましたよね、まあ、まあ、多分、まあそれしか言わないです、食われたことをします、お疲れ様です、はい、あれ壊れたか、いや、多分壊れてないです、それなんかさっきもこうなりました、はい、バグで黒くなっちゃう、バグか、はいはい、あ、じゃあバグで喋ってもいいですか、喋るの全然いいと思います、あ、じゃあはい、ボスさん、タスク終わってない人は、僕タスク終わりました、ナビゲーションだけ、ナビゲーションだけやります、ドズルさんで終わるかもわからない、じゃあ右に皆さんお願いします、あー、わかりました、無理だ無理だ、絶対無理だ、ナビゲーションね、え、マジありましたね、死んでましたよ、ありましたね、死んだ瞬間、死んだ瞬間、はいはい、多分押したんですよ、
同じタイミングだったっ。同タイミングってことか。今あのカフェテリアンとかで転がってました。そういうことか。いいやつやっぱやられてたんだね。ダイニングメッセージすごいな。すごいダイニングメッセージ。そういうパターンあるんですね。初めてだ。そうなんだ。すげえパターン。じゃあ、じゃあ豆腐さんが押そうとしたカフェティラにいた人が犯人ってことでしょ。はい、そうそう。いなかった人いました。僕はビデオ、ビデオを見てました。ボンさんはずっとモニター見てましたね。モニター見てたんだ。はい、ずっと見てました。いやでもいなかったでしょ。カフェティラって犯行現場ですね。誰かっすね、うん。でもこれ今いた人か、多分人狼一人ですよね、おそらくは。いやわかんないですね。米翔さんが黒だったらなんですけど、うんうんうん、はいはい、確かに大体オラフライン、うん、大体オラフラインは多分ないと僕は思ってて、うんうん、でボンさんがずっと監視カメラ見てるのにタスク終わったっていうのがちょっと嘘くさいなって僕は思ってるんですよ。でも結構見てたんで。いやでももう結構終わるでしょタスク。そうそう、僕が監視してくれれば、はい、タスク終わっちゃう、いいんかな、人道さん。ねえ、かわいそうだけど。あの、いやでも、はい、この予想では、あの、この殺された時もボンさんモニター見てたような気するんですよね。僕ずっと見てました、ずっと見てました、見てました。倒せないと思って、僕、じゃやったのはボンさんじゃないってこと。え、誰、いや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 。カズさん、ボンさんとか、2人いた時は怖いですね。あ、確かに、確かに、確かに。だとしたら、でも、ここで一旦、釣らなくダメ。いや、釣らなくても別に。いや、タスクやるやろ。2人いた場合はダブルキルで終わる。そうでしょ。そう全員でとりあえず。でももうダッシュでこれちゃんとクリアしたら終わるよ、ちゃんと。あれ、オッケーオッケーオッケー。ミッションミッション。そうしようそうしよう。とりあえずリアクター起こすわな。そらリアクター起こすわなと。あれ？あれ？誰ですか？やっぱ誰？ちょっと誰？参加しねえよ俺。参加しねえよ。もうダメだって。コミチンさん喋らせてあげてよ。あ、これ誰だったんですか？僕でーす。米将軍マグニーさんなんですけど、うん、まあ最初ちょっとね悪かった。そうですね、うん。あれは米将軍くんがかばうともうああなっちゃうですね。うん。うん、もうだから、ね、やる場所が間違えてたね。うん、うん、いやあの俺あのシンプルにあれ殺したん俺じゃなくて、うんうん、マグニーさん、マグニーを殺したね。殺して、うん、マグニーさんが入っていったってもしかしてまさかと思って見たら死んでて、うん、そのタイミングで解体した。人狼には向いていない。ほな